ここにいたのね、マスター。今日はバレンタインでしょ。私なんかにもらっても嬉しくないと思うけど、これ受け取ってもらえないかしら。一生懸命頑張って作ったから、多分美味しいと思うし。あ、そうよね、受け取って当たり前よね。分かってるじゃない、子犬。なんだ、心配して損しちゃった。え、何を心配してたのかって。いつものアイドル好きはどうした。それは、私だって毎日上機嫌じゃないし、